はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。クレイト攻撃側ですね。そして私ね、今日朝起き気づいたことがあるんですよ。軽く風邪をひきましたえ引きましたえ引きまして軽く風邪をひきまして、あっち行ったな。そこに出せたくないところ、うおうお、やる。いや若干喉が痛いというね。なんか最近こう気温がね、ピノちゃんと動画のツイートのコメントには熱中症に気をつけろとか、なんか一見ね健康に気を使っているようなふりをしながらもこれか、ふりをしながらもね撃たれている、撃たれているはまずくない、ね、そんなふりをしながらも、あ、ここじゃねえわ、ふりをしながらもね結果風邪をひくというね。何をしているのと言われてもおかしくないようなね。あれどうなった？危な。ちょっと一旦逃げますわ。闇に紛れた。ほら、危な。お、うわー。敵の砲台が守りを失った ATM6 に攻撃を仕掛けている。いや、台風が来たりね。やっぱこの、こう日本独特の気候といいますか、気温も高くて湿度も高いっていう。なんかこうジメッとした感じで気持ち悪くて、ついね、まあ薄着で寝ますよね。まあ、それがいけませんでしたね。というわけで撃たれてるな。なんかヒーロー来てんのか、まずい。ヒーロー来てるな、敵の。とりあえずここを送りたい、もう早く。あ、リセットされるのはまだこっからなのか。レイじゃないか、アナキンかな、あれ。あの感じアナキンですか。アナキンだね。アナキンがいる、アナキンがいます。アナキン以外にもいます。遠くに一発置いといて、これ気をつけないとやばいね。結構敵強いな、この流れ。拾わせない。まだいない、危ないね、危ないね。くそ、ここ2箇所止めてもダメか。止まってないのか、嘘、止まってないんかーい。厳しくない、この展開非常に厳しくない。まあこの段階で70は結構きついんだけど。いや、いてえ、いてえ。これなかなか敵強力ですね。これ結構きついね、この状況で70でしょ。これかなり削られますね。そこにいますね。とりあえずこれは阻止しますよね。あー、やべ、グレ持ってくればよかったな。一応マジか、ビビって下がってる場合じゃない。そして粘る。これで OK。 ただ後ろになんかいるんだよな、あれ。レイだな、消えたの。きついな。そしてここは結構ね、拾ったらすぐね近くにあるんで、すぐ撃たれますから、いつ何度きつい2機を食らってもおかしくない状態。わかんねえな、敵の位置が。そしてやっぱレイで丸見えなのもきついね。あ、味方のヒーローがこれ押し上げてくれてますね、ラインを。撃たれている、撃たれている。
これ非常に厳しい。まだ半分でこれだもんね。半分でこれきつい。半分でこれきついな。なんとかいかんとまずい。あそこでいるのか。あそこでいるな。ちょっと、多少ポイント使ってもいいから。出してライン上げますか。オッケー、行きましょう。とりあえず撃たれないようにするには、どっちがやばい？こっちはなんとかしてるな。こっちか。とりあえずここで撃たれるのだけは防ぎたいんだよな。とりあえず敵に撃たれてもいいから、イオン魚雷を。ここで追撃されんように、ディスラプターで追撃されんように、これ拾われるのは鬱陶しいから、オッケー、いいよ。後ろで別に取られる分に構わん。撃たせないことが大事。ちょっとここはしつこく出していくか。あんまりね。あ、マジか、ヒーローも出せんのか。ヒーローも出せてしまうのか。なんかすごい爆発してるけど。あと少しでウォーカーが敵の元に。全然それを構わん。とりあえずはガンガン、ね、ラインを上げて、ここですね、ここをやらせないようにする、ここをやらせないようにする動き大切にしていきましょう。弾切れになった。一旦ここで一気にラインを一旦上げて、ナイス、味方いいですね。ちょっとこれ以上打たれると結構今後の展開に大きな支障をきたすんで、拾われてるのがまずい。オッケー、ナイス、いいよ。ここはもう食らってもいいから、ガンガン前に出ましょう。この際何でもいいです。とりあえず撃たれないことが大切なんで、これ以上はちょっと被害を拡大したくない。撃たれたか、一発。イオンディスラプターが使われた。 ATM6 の回復いきましょう。なんとか。これおそらくもう50は切れないな、この流れなら。大丈夫だね。まあそんなこんなでね、風を普通に引きまして、なるべくこの1回でね、この1回で終わりにしたい。まあ OK でしょう。これ以上別に ATSD で詰める必要はないですね。 OK、 いいですよ。なんとか持ち直しましたね。まあやってね、撃たせないことが大切ですから、ミサイルランチャーを持って自由にね、ATM6 を狙うような動きをさせないということがうまくできたんではないでしょうか。ただ、かなり向こうの動き良かったので、ちょっとこの、第2フェーズも厳しい。あ、ここじゃないのか。行ける場所ここじゃないのか。第2フェーズもちょっと厳しいかもしれませんね。イオン魚雷が多かったんで、イオン魚雷が多いときは、なるべくこう、ラインを上げてから SD 出さないと、かなりね、やられてしまう流れもあると思うんで、しっかりと、冷たいところ。いやー、いるな、やっぱり。左に、チームイオン魚雷が。チームイオン魚雷がいそうですね。おっと、危ない。チーム4魚雷がいっぱいいそうなんで、しっかりケアできねえな。いや、チーム4魚雷いるな、これ多分。どうするか、ロケトルかな。しまった、またしてもヒーロー空いてんな。いや、そこきついんだよ、多分。
え、これどっち側？どっち側に出た？はあ、はあはあははあ、はなるほど。これはこれできついぞと。これはこれできついぞと。まず一つ取って、なるべくね、このサイドにいたヘビーですね、を破壊して、ST のラインが上がれるように見ましょうか。いたな、今。まずいね。ST は多分これで上がれるから、問題はそれじゃないところね。まずい、相打ちか。いや、違う、後ろから撃たれてんのか。いや、もうすでに半分失ったな、チケットを。これ厳しいね。やはり相手、なかなか手だれですね。あー、飛べない。飛べない。ST もだいぶ前に出れると思うんだけどな。カミカミだな。ちょっとな、若干ね、喉が痛いことをこうケアしようと。いや、ヒーロー出せたな。何回この下り繰り返してる？そしてまたあそこに、あれか、来たのか。とりあえず一旦ここで休めないか？休めなそうだね。撃たれてるな。きついな。サイドがきついな、結構。いや、これも多分ヒーローも必要なんだけど、ST のライン上げがかなり、また左サイド置かれてないかどうかが心配だけど、これでだいぶラインは下がったと思うんだよね。行きましょう。多分アナキンの前に結構めんどくさいことになってると思うんで、このままでは兵士が足りなくなるぞ。はいはいはい、行きましょう行きましょう。きっちり荒らしましょう。いいですよ。これでだいぶライン下がったでしょう。頼む。いいよ。ワンチャン狙っていこう。だいぶ厳しくはなったけども。またヒーローか。ヒーローじゃないんだよな今。誰か俺よりポイントを稼いでる人がいっぱいいると見た。そうでもない。そうでもない。でかなりきついねこれ。またあれか、またライン下げられちゃったな。ダメかライン上がんないな。これもヒーロー？いや、ヒーローはいるよね。大丈夫大丈夫。もうちょっと粘ってくれ。もうちょっとラインを上げる。もうちょっとラインを上げる。いいね、もう一匹の ST もいった。全然関係ない話ですけど、たまにこう ST 画面バグってなんかよくわかんない視点になっちゃって悲しくなるときありますよね。いや、行ってくれ。もういい。後ろからパカパカ撃ってきてるやつはもうどうでもいい。問題点はそこじゃないんで。やばい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 、詰まってる詰まってる。上がれるかな。いいよ、ここはもうしつこく出していきましょう。まあ、正直サイドに1枚出てるだけのやつはもうあんまり意味がないんで、そのまま2体で抜ければいいんで、ほっとけばいいっす。イオン魚雷って所詮ね、魚雷は痛いですけど、タレット自体は大したダメージじゃないんで、はいはい。だから別にそれくらいはどうでもいい。ラインを下げさせることが大事なんで、ラインを下げさせることが大事。
いいですよ。あとヒーローと構築さえしてくれれば。行きましょう。何度でも出せばいいんで。はいはいはい。なんかいっぱいいない？予想以上にいっぱいいない？なんかブーストかかったのかな？負けそうになってる我々にブーストがかかったのかな？3体はまずいんじゃないのか？何かに引っかかっても先に進めない。なんだ、せっかくこう我々の頑張りがとか思ったけど、我々の頑張りが以前に、ハンガーの制圧が進行中。なんですね、こんなのガンガン出ちゃえば。ただね、あまり説得力がないんですよね。人数多いんで、人数多いんで説得力が薄くなっちゃったな。説得力薄くなっちゃったな。いや違うんで、こうじゃねえんだよな。こうじゃないんですよ、まあ、こうやり方は合ってるんですけど、やり方は合ってるんですけれども、こうじゃない、こうじゃないんだよな。これだと説得力がないんだよ。 ST の3機になっちゃうか。もうこのさ、リミッターが間違って外れちゃうバグっていうんですか、やめましょうよこれだと勝っても嬉しくないんだよな。降りましょうか。突入を急げ。せっかくのね、レジスタンスによる強化扉の封鎖を阻止しろ。うわ、中ばっかり見つかった。くそ、こんなとこに中ばっかいます？普通チェキショー。待って、これヒーローどうすっか。モル、ここにな敵。ここだ、いて、いてー。ほぼ何もできずに死んだ。これきつい、これきついね。しまった、ここじゃなかったな。出る位置、出る位置間違えた、出る位置間違えましたね。あ、マジか、詰まったな。危ない、撃てたか、一発しか撃てなかった。さらにあれ撃った判定になっていない。アイテムここか。いや、そんなことないのか、一応なってはいるのか。うまく、いいね。危ない、くそ勝ち筋がもう見えん勝ち筋が見えんぞ。これ勝ち筋が見えませんね。まあ、結果インチキして勝ちを拾おうとした人間の末路はこうなるってことですね。くそーいや、もったいないなぁ。というか、もっと早い段階でヒーローを使えるシーンあったから、やればよかったのと、なんか思った以上にリパルスの判定が上まで出ていたなっていう。以上ですね。はい、というわけで、何を言いたいのかよくわからない動画になりましたが、まあ、確実に皆さんにお伝えできることは一つですよね。体調には気をつけて、風邪など引かぬよう、良いバトフローライフをお過ごしください。というわけで今回はここまで。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。